はい、こんにちは、てちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第62回闘技場6日目になります。昨日も成績は14勝1敗、順位が上がったね、2万8000台だよね。はい、という、順位となっております。ピサロ行こう。ピサロ、ここ26は強いんじゃないか。ここ、じゃあ26だね。26のピサロ、強そうだけど、うちのジジイの相手になるかどうかだね。昨日はね、ドゥ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 ーンが、あー、そういう感じか。はい、対戦よろしくお願いします。さてさて、下がる、届くんだな、これがな、届くんだね。届いてほしくないね。で、混乱は狙っていきたいし、これメラのあれ来るね。これはメラの来るわ。どうしようかな、こっちか、こっちにして、ここは OK だもんね。で、2人を狙っていくという感じかな。で、こっち側に2人を配置しておいて、ドゥ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 ーンいく。メラは食らっちゃうね。メラ耐性等倍だったっけ。そうだね、じゃあこうだね。ピサロは行かないとまずいん で、 あそこは混乱取るんで、どうしましょうか。あと大がギラメラいけるんで、これ当たるよな。これ大丈夫かな。大はなんだっけ、射程3とかそういうの、クーレス弾か、クーレス弾のバギー、クーレス弾バギー、もしくは縦3のキャド。ちょっと待って待って待って、どこまで来る。どっちも来るね。で、バギーがまずいな。バギーヒャド、まだ耐えれるか。か、ワンチャンミスを狙うか。だよな。これは、耐えらんないか。こうしたいけどね。これは当たんないもんね。こっちのがまだいけんのか。これでメラが来るって感じの方がいいのかな。これでいきましょうかね。ピサロ、ダイは落としたいな。ダイ落としたいし、ピサロも落とさないとまずいんでね。はい、行こう。ちょっと待って、これさあ、こうなっちゃうか。これどっち狙ってくるだろう。グレン客、もう行っちゃおう、行くしかない、待ってらんない。で、どっちを狙うかだね。で、こっから T 字の、マジっすか、マジっすか、それマジっすか、あ、それマジっすか。ちょっと待ってよ、これが出れる、あ、ここまで、うわ、やば。ちょっと待って、こっちはここだね。あ、ダメなんだ。こっちだね、よしよし。あー、ありがたい。そうそうそう、昨日もさ、感謝したんですよ。痛い。で、ちょっと待って、アリーナと向こうの台、どっちが先だっけ。向こうの台が先だよね。向こうの台が先。いやいやいや、激減、マジ台やばいな。だったら当たりたくないな。台に当てたくない。だったら。でも当たってしまう。うわー、これきついな。この範囲がきつい。こうなっちゃう。まあ、これでいこうか。これで2発、3発入れば落ちんじゃないの、台の方だって。台とて。これもう一個出ようか。
もう一個強気に出とこうかね。はい、台の方2発ぐらいいっちゃっていいんじゃないですか。落ちない。で月光になっちゃうか。カルベロ、あ、カルベローナ行くか。カルベローナ行こう。あ、カルベローナ、よし、ナイス回心。台の方だけどね、今の俺のナイス回心を返してくれ。これいい感じがあるんじゃないの。いい感じない。これ竜を入れたいな。しかもこのジジンとかにして回避発す。1,2,3 でここだからまずいんだよね。ここだね。はい、クサロの位置がなくなる。さあどうだ、ここで、おい、ちょっとなんか、ちょっとなんか嫌な感じになってるよ。これで烈進撃いく。グレン多分ね、もう一回耐えれるんだよな多分な。うん、それは竜王を狙いたいんですよ。烈進撃いく、大回復入る。しかしメラで落とせるという流れね。あ、届かない、その前届かないっていう流れね。あ、その前に、あ、その前ダメだ。うわー、しまったよ。これはしまったよ。どうしようかな。ここに置いてピラー、ピラーで反射するかな。まあやってみようか。はい、メラー、どうすんの。ダークピラー、あ、奥狙うのね。ついてー。はーい、初めて反射させたわ。これは、あ、こっちは効くね。はい、で混乱取りたいね。混乱取りたい。よーし、プラス10杯生きてきたよ。ナイス。いやでもきついね、なかなかね、耐性が。落とせれば OKOK。いやそうなんですよ。前回の、ギルド大会の方ですね、ギルド大会の方で私のアークデーモンがね、しびれクラゲ先生の通路を邪魔してしまって、私がアークデーモンの悪口を言ったみたいで、アークデーモンさんの悪口は言わないでくださいというコメントをいただきました。すいませんでした。すべてはおめえが動かし方が悪いんだろうということですね。確かにそうなんです。あそこになんで置いちゃったかな。今でも後悔しますよ。ピサーロ24,24だね。24の方ね。はい、行こう。そうですよね、アークデーモンを主力で使ってる人からしたら、アークデモンの悪口は言わないでとなります。そりゃそうです。すいませんでした。相対戦よろしくお願いします。おお、村長取ってるんだ、すごいね。アイコンゴールド村長みたいなやつ。ここはピサルはそこか。でメラが通らないんで、でもこれ、あ、ちょっと待って、ヒュンケルがいんのか。不死身男ヒュンケル。これさ、もうちょっと出れんじゃない。ダメかね。さすがになんかみんな遠すぎるけど。で、しかも混乱がいないという、混乱弱点がいないという難しさ。ヒュンケル混乱と、デイン効くんだ。あっちぶつけたいね、月光。不死身だからね、あれも多段でいった方がいいと思うんですよ。でピサロも、どうするこれ。ピサロはこれだってね、2マス一緒でしょ。だから、あ、先出てきちゃうか。混乱狙いでいくしかないね、こっちはね。左側2人は混乱狙いで、こっちは、うちの方が早いんだな。
速さが、ピサロ、あは、そんな遠いの、そんな遅いの、ちょっとね、これよしよし、ちょっと勝負仕掛けよう、少しでも前に出て、んで、ちょっと待ってよ、これさ、ヒュンケルのちょっと特技見よう。これ縦で5だからね、これは関係なしだよね、射程前方3、前方3の3だから大丈夫ね。これ第一弾っていうのは射程1、3だよね、第1、2、3だ、まだ出れんじゃないの、これこんぐらい出てもいいんじゃないのですよね。これで、いや5ってすごいな、1、2、3、4、5、確かに5だ、これ3しか出てこないから、これでよし、これもよし、ぶち込んでやろう、やつに。で次のターンで爆裂かなんかぶち込めば、さすがに不死身 60% なんですか、わかんないけど 60% でも落とせるでしょうと。あ、もしくはグレン脚、まあこれも出ればいいね、前にね、ね、出る単位に出てこう。でヒュンケルもまあ用意しつつ、こっちは混乱頼む頼む、混乱取ってくれっていう願いですね。しゃあない、取れなかった場合はしゃあない。プラス 10% の威力を見せますよ。これがよし、33だからここまで出れる、ここまで出れる、私の計算によると。これはどこまで出ていいの、出れるね。もう一個出とこうか、少しでも詰めておく。あっ、左が余裕あるかもしれない、もしかしたら。どうしようか、どうしようか、これどうしようか。3だから1個出れるな、1個出る、1個出る、向こうか、まあこっちでいっとこうか。はい、まあ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 、よし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 、月光を多段行かせる、悪くないね。んで、混乱頼む、混乱頼む、そっちか、まあまあまあ、あでもヒャドダメか。あなた先、あーら、ちょっと何死んだ、二人死んでない、これジジイ、あジジイジジイ、あの世に行っちゃったよ。ジジイと、ああそっか、柔らかいもんな魔法な、月光どうしよう、これどうしようか。いやこれドゥ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 、いや次ね、ヒュンケルが、ヒュンケルじゃない、うちのピサロが123届かないね、あっちまでね。123で T 字リーゼって落とされそう。ちょっと待って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 、これ列進撃で抜けるか。一応ヒュンケルチャンス行こうか。あ、落ちるのね、落ちないかと思って行っちゃった。はい、じゃあここですね、ここ、落としてほしいな。ダメっすかね、何突なのよ、あなたたち何突なんですか、これすごいヤバそうなんだけど。こっちだね、こっちでこうだね、耐えろ耐えろ、あ、だからその返しやめてって、返しずるいじゃん。あ、でも返しあるのか、どうしようか、圧縮、ちょっと待って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 、どうしよう、これどうしよう、123、ちょっと待って待って待って、次ドレム来ちゃうよね、ドレム来るからこっち行くしかなし、これはもうなんか、あ、ダメだ、他が通らないわ。せめて、おお、なかなかいい範囲、これで、せめてね、確率論、よーしよ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 し、見たか、うちの見たか。んで、
ここは、烈進撃チャンスだね。あ、違う違う。これやっちゃまずいやつだ。これやっちゃまずいやつね。やっちゃまずいやつで、この辺からリーズレット狙えない？必殺どう？いや、ダメよ。起きちゃうから。起きちゃうんで、これはここかな？ここで、グレン脚あたりしておきましょうか。OK。よし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 。で、これはどうしようか？ここから、または無理。ちょっと待って。落とせんの？落とせんの？よしよしよし。ナイス！で、これが、まあ、多段ないよな。多段ないっすよね。なので、生き。で、1で生き残り。しゃあない。でもこの相手によくやったと思いませんか？え？あ、ちょっとちょっと待って、それずるいって。どうしようかこれ。あ、魔法なら OK。 魔法は外れない。いやー、まさかミスすると思わなかった。そうか、三河師範だった。よくやったと思いませんでした。ピロンってなんかね、焦った。あそこでバラモスまで落ちちゃったら、あ、バラモスとピサラまで落ちちゃったらどうしよう。はい、3戦目です。今のところピサラいた26。ここ強そうだな。2524。オルゴデミーラもちょっと当たりたいんですよね。この間ねガチャで引けたので、まあ、適当してね、当たっといて。結構高いね、今回ね。26か、ここか。一番高いとこ行きましょう。適当してね、当たっといて、嫌なところを見ときたいっていうのはありますね。あ、こうすれば強いんだな、オルゴデミーラ、みたいな。見ておけば、自分が使うときのね、ヒントにはなるので。おい、固まってる。固まってて、セラフィーいたら、それはダメですよ。それは無限ループですよ。なので、引っ張って、誤差を出したい。いやー、さっきなーバーバラね、いいとこ見せたかったね。1は盆踊り、2が突っ込んでくる。これかこれか。2が突っ込んでくる。で、3が、3何やるんだろうね。守りだね、多分ね。多分1番盆踊りするでしょね。あー、よしよし。じゃあその後行きましょうよ、こっちから。え、ピサロ、あー、そうか、そうだね。7番目、8番目、9番目。え、どうしようか。なんか行きづらいんですが。行きづらい、マジ行きづらい。これバラモスの範囲入ってる。行きづらいな、これ本当に。1個目耐える。でもイカ大丈夫か。イカで落とされるぞ、これ。イカ強いだろ。デイン弱点か。デイン弱点。じゃあもうさ、めっちゃ引く、めっちゃ引いちゃう。で、バラモスパイセンから、まあまあこんな感じで、これ引けてるよね。ここ当たるね。8910がうちが優位取れるんで、8910 右上左下の陣形ね。これいいかもね。右上左下陣形。セラフィーがいるから、はい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 、いいんじゃ。あ、これバラモス当たってないんだよね。これね、ちょっと確認しとこう。入ってないと思ってても入ってたりするからね、困っちゃうんでね。よし、入ってない。で、これがどこまで、もう一個出れるのかな。イカちゃんは、あ、出れるね。もう一個出とこうか。こんな感じでね。アリーナは近距離なんで、いいんじゃないの。これ、どこで出てくるのか知らないけど、これ。うん。よし、じゃあ行きましょうか。面白そうだね。右上、左下陣形。サイコロの2だね。
守りだね。そこはずるくない？強いよ絶対。ここは我慢の子、ここ我慢の子でいいんですか？いや次来ちゃうよ。まあ我慢の子でいいね、これはね、我慢の子ですね。でこれはこっちの上の方行っとこうかな。ちょっと待って、こっちからさ入るんじゃない？入るよね。ちょっとこんなことしたらさ、イカがさ変なとこ行っちゃない？あでも上出るか。どうしよう。こっからこれ撃てないか。こっからしかないね、ここしかない。でも撃っておきたいのはある。でもピサロ届かないよね。うちもう標的はイカだからね。あとドリアムはめっちゃ入るめっちゃ入ってる。ダメだね。どこまでいる？じゃあこの1個後ろ、ここはどう？ここドレアムは大丈夫、イカちゃんも大丈夫だね。じゃあそこにしましょうか。右上左下陣形、よしよしよし、なんだかわからん感じになっていますが、どうすればいいのこれ、どうすればいいの。これした時にさ、バーバラいけんの？バーバラいけんの？バーバラってさ、特技3だね。射程3。あ、届かないもんね。届かない。どうしよう。イカだけはどうすか。あ、イカ、いかないもん。1、2、3。と、あ、届かないもん。ちょっと待って、これ。いや、これしかないか。あ、こっちでもいいか。こっちでもいいか。これ行ってみようか。いいか。眠る。そんな技があんのね。これ大丈夫でね。はい、開始。開始って落ちない。マジ。これで混乱取りたいね。これ飛んだ、混乱取りたいよ。混乱取りたい。後ろ2人。ああ。ちょっとまずいね。まずいよ。いて。あら。強い。それ強いよ。バイキが乗ったやつ、守りね。ちょっと待って、うちの陣形どんだけ？まだ2人いる。まだ2人いる。グレン客。レシーブ。あー、きついな。まだピサロがいる。まだうちにはピサロがいる。こっからうちのターンだからね。これでうまく入らない？一応入るね。これで一応行こう。いや、ジュリアンテが強いな。あー、後ろ、ちょっと待って。こんにゃくだよ、うちのパーティー。こんにゃく。おい。あ、回復やめてないか。あ、ベギ強っ。セラフィー、ベギラマ強っ。あ、ダメだこれ。あ、ダメだな。まあ、混乱頼みになってしまったところもありますが、こんにゃくパーティーでした、うち。やっぱセラフィー強いわ。はい、6日目終わりました。16勝2敗。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。